発行一、または、発行ため、堺とは、天下を一つの家のようにすること、全世界を一つの家にすることを意味する語句であり、天皇想定論、唯一の思想的原動力等とも言う。日本初期の、発行を、縁期て、堺に攻むを、全世界を一つの家のようにすると解釈したもの。ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典、大辞林は、 発行一矢とは、第二次世界大戦中、日本の中国、東南アジアへの侵略を正当化するスローガンとして用いられたと記す。一方でこの語については、侵略思想を示すものではなく人道の普遍的思想を示すものに過ぎないとの論。平和のために作ったことにすることで、日本が侵略戦争に積極的だったという事実から逃げているという論。 反知性主義的な言葉だという論もある。日本書紀には、山と柏原に戸を定めた時の神武天皇の象直に、県六号木会と、縁発行、しかもため、堺との記述があり、これをもとに、田中知学が、日本的な世界統一の原理として1903年に、造語したとされる。このように、日本書紀の記述は、発行ため堺であるが、 1940年8月に第二次、このえ内閣が基本国策要項で、王党は新秩序を掲げた際、広告の国是は発行を一憂とする彫刻の大精神に基づくと述べ、これが発行一憂の文字が公式に使われた最初となった。このえ政権が発行一憂という語を述べた、西暦1940年は後期2600年にあたり、 発行一優は1940年の流行後になり、政治スローガンにもなった。1940年のこの衛政権以来、教学刷新評議会の国体観念を明らかにする教育を論ずる中などで、頻繁に使用され、応答は共栄圏の建設、ひいては世界万国を日本天皇の追いつの下に統合し、おののの国をしてそのところを絵しめようとする理想を、 表明するものとして、引用使用された。第二次世界大戦に至る中で、発行一中は、天皇想定論であり、それはまた党であると認識されていった。こうした発行一中天皇想定論の由来は、天皇信仰の首相者、世紀の預言者と呼ばれていた幕末の国学者、大に高政が唱えた議論だった。これは、要するに、天皇は、 世界の皇帝たちよりも上の地位にあり、歴史の必然として、世界の想定であるという主張だった。発酵一中においては、天皇が現人心、唯一天皇、唯一神、神神、絶対子孫などとみなされるようにもなった。このようにして、多くに高政のような国学者たちが足がかりにされ、発酵一中が日本建国の理念へと結合されて、 伝統の発明が完成した。この言葉が、日本でよく知られるようになったのは、日本初期末期第3、神武天皇即位前危機美年3月堤防上の、例である。上足党寒冷時刻雪のり、下足広子高村妖精の心。さあと、県六号目海と、縁八甲鹿かもため境、不またかか、日本初期末期 第三神武天皇即位前期記美年三月帝望上の霊庫の意味について、危機において、初代天皇とされている、神武天皇を祀っている、柏原神宮は以下のように説明をしている。神武天皇の発酵一湯のご直霊の真の意味は、天地四方八方の果てに至るまで、この地球上に生存するすべての民族が、あたかも一軒の家に住むように仲良く暮らすこと、つまり、 世界平和の理想を掲げたものなのです。昭和天皇が歌に、天地の神ニーズを祈る、浅蘭の海のごとくに波立たぬようとを読みになっていますが、このお心も、発甲一湯の精神であります。日本初期の元々の記述によれば、発甲試し堺である。発甲一湯というのは、その後、戦前の大正期に、日蓮主義者の田中里志学が、 国体研究に際して使用し、縮約した語である。ただし現代では、ため、堺の文字が難解であるため、発行一湯の表記が一般的となっており、神武天皇の神直について言及する際にも、一湯が用いられる例が、しばしば存在する。また、発行という表現は古代中国でしばしば用いられた、漢用句を元としている。この言葉が、 日本でよく知られるようになったのは上記に参照した、日本初期末期、第三、神武天皇即位前期記美年3月定望上の、例からの引用である。ここで、発行とは、九州街、夕八沢、形里。八沢の外、夕八光、また形里、二八作なり。十六号しかも光沢者、波有天下、しかも一家なり。 ワイナンコ型くん、ユ、またもん、モノユ巨祭かユー集団かユー同意かかわいわく、牧界の東淵行く,く一万里、ユ大学園、実るおもんみ無定の谷、その下無定、名いわく帰居。発光球やの水、天の川の流、幕府中の、しかも部、無限苑。列紙盗門に見ることができる。すなわち、八つの方位。 天地を結ぶ八本の綱を意味する語であり、これが転じて世界を意味する語として解釈されている。また、一羽は一つの家の屋根を意味している。このような表現は中国の聖子、語漢書、神女にもあり、例えば神女では進むの武帝、柴縁が三国史でも有名な呉、れ、を滅ぼし、中国全土を統一したことを発行動機と言っている。 須田総吉の説によれば、日本初期は、文鮮に見えている、応援樹の露霊光伝符のうちの軸を取って、それを少し言い換えたものと言い,い、元来は、日本の全土を統一してから後に、改めて壮麗な塔を開き、宮殿を作ろうという意味だという。それ以後、発行の語は、世界と同義語として若干使われた形跡がある。例えば、 三つくり原稿が1851年に表した発行通詞は世界一理の解説書である。しかし大正期までこの言葉は文人が時々用いる画語止まりでそれほど用例が豊富ではなかった。大正期に日蓮宗から在家宗教団体国中会を起こした日蓮主義者田中里志学が下即広志高村養成の心。 サートという神武天皇の宣言に着眼して、要請の開講という文化的行動が日本国民の使命であると解釈、その結果、縁発行、しかもため境から発行一位を道徳価値の表現として造語したとされる。これについては1913年3月11日に発行された同団体の機関誌、国中新聞。 神武天皇の建国で言及している。田中は1922年出版の日本国体の研究に人種も風俗もノベラに一つにするというのではない。白人黒人等風に種族色とりどりの天地の分それは、そのままで国家も領土も民族も人種も、おののそのところを得て各自の特色特徴を発揮し、三千たる天地の大分を織りなして、 中心の一大生命に数奇する、それがここに言う統一であると述べている。もっとも、田中の国体観は、日連主義に根ざしたものであり、日連商人によって、日本国体の因縁来歴も内容も始末も、すっかり分かったと述べている。発行一優の提唱者の田中は、その当時から戦争を批判し死刑廃止も訴えており、軍部が宣伝した発行一優というプロパガンダに、 田中自身の思想的文脈が継承されているわけではない。田中は1923年11月3日、社会運動組織として立憲養精会を創設。養精の後も、神武天皇を即位前期から取られている。立憲養精会は1929年地学の次男、田中沢次が総裁となると、 政治団体職を強め、衆議院ほか各種選挙に候補を擁立。衆議院の多数を制し、天皇の対名を廃止、合法的に国体主義の政治を強立することを目標とした。その後、同会は一定の政治勢力となり、田中港が衆議院議員を2期務めたほか、地方議会や農会には、最盛期で100人を超す議員が所属した。 しかし、新体制運動や体制抑参会を批判していたためかえって弾圧の対象となり、1942年3月17日には、結社不許可処分を受け、解散に追い込まれた。日連主義を政治に実現しようとすることは、軍部などが言う国体を無視する思想であるとみなされたためである。同年の第21回衆議院議員総選挙では、 現職の多中候補か元会員37名が無所属で立候補したものの全員が落選している。第二次大戦後同会より衆議院議員に当選した斎藤明は当時五国の政治運動を展開していたが大政翼参会や憲兵から弾圧を受けたという。戦後、田中沢寺は公職追放となったものの同会組織は復活し、 再び衆議院に議席を獲得。日本国憲法施行後も、同会公認の裏口哲夫が衆議院議員に当選。裏口は、他の小政党所属議員と共に、院内会派を結成し、政権野党として活動した。1936年に発生した2.26事件では、反乱部隊が認めた、決起主意書に、 つんでおもんみるに我が神すたるゆえんは、万世一系たる、天皇陛下ご統帥のもとに、巨国一体制制改革を遂げついに発行一宇を、全うするの国体に尊す。この国体の尊厳修絶は、天マ祖朝国、神武建国より、明治維新を経て、ますます体制を制え、今や方に万法に、こうつて、開き献身点を、遂ぐべきの秋なりとある。 この事件に参加した行動派は粛清されたが、日露戦争以降の講和論から発展したアジア文老主義を推し進める当時の日本政府の政策標語として頻繁に使用されるようになった。右側に発行一湯の文字がある期限に2600年記念切って発行一湯という表現を内閣として初めて使ったのは第一次この絵内閣であり、 1937年11月10日に内閣、内務省、文部省が国民精神総動員資料第4集として発行した文部省作成パンフレット発行一優の精神であるとされる。1940年には第2次この絵内閣による基本国策要項で広告の国税派発行を 一憂とする彫刻の大精神に危機世界平和の確立を将来することをもって、根本としさきつ広告を、革新としにちまんしの強固なる結合を、根幹とする大東亜の新秩序を建設するに在りと表現し、大東亜共栄圏の建設と合わせて言及された。同年9月27日には、日独意三国同盟条約の締結を受けて、下された詔書にて、 大義を発行に専用し今用一羽タラシムル派ミニ構想構想の大訓に、して陳が宿屋献献損かざる書なりと言及されるに至った。現在、日本の代表的な国語辞典では、発行一羽は、第二次大戦中、日本の海外侵略を正当化するスローガンとして、用いられた、と説明している。 第二次世界大戦での日本の降伏後、連合国軍最高司令官総司令部による、いわゆる浸透司令により、国家浸透、軍国主義、過激な国家主義を連想させるとして、公文書における発行意中の後の使用が禁止された。昭和初期に活躍したジャーナリストである、清水義太郎は、世界大恐慌の中、主要国がこぞって、ブロック経済の構築を進めていた。 国際情勢に対抗するために、発行一中の理念を提唱すべきであると主張した。清水は、ブロック経済の中で大国が行っていることは、弱者に対する搾取であると批判した。そして、日本は、発行一中の精神を想起し、弱肉強食を前提とした、搾取の構造に加わることなく、むしろ敵を拝んで仲間とし、平和を達成すべきであるとした。 さらに発行一宇ということは、世界が一家族のごとく、六つみ合ことである。これは、国際秩序の根本原則をお示しになったものであらうか。現在までの国際秩序は、弱肉強食である。強い国が弱い国を搾取するのである。ところが、一宇すなわち、一家の秩序は一番強い家長が弱い家族を搾取するのではない。 一案強い者が弱い者の,のために働いてやる制度が、家だ。世界中で一番強い国が弱い国、弱い民族たちのために働いてやる制度ができたとき、初めて世界は平和になる。日本は一番強くなって、そして、天地のよろずものを生じた心に合一し、弱い民族たちのために働いてやらねばならぬぞと、仰せられたのであろう。なんという有効なことで洗う。 日本の国民は奮い立たねばならぬではないか。強国は、微骨て弱い民族を知たげている。建国、58ページ一方で、発行一流の考えが、欧州での迫害から、満州や日本に逃れてきた、ユダヤ人やポーランド人を救済する、人道活動につながったとの評価がある。当時の日本は、 ナチスドイツをはじめとする同盟国の政策を取り入れず、独自のユダヤ人保護政策を取った。当時制定された、原価における対なお太民族施策要領及び、なおト人対策要項では、ユダヤ人について、あくまで受動的な立場を取ること、そして、ドイツをはじめとする欧州諸国には、発行一中の精神等に立脚する理由を、理解させる旨が記載されている。 なお、太民族に対しては、原価自局の推移に伴い、対等しつつある、在極等なお、太民族の日満依存傾向を、リシルベして、これを世界に散在する彼ら同族に及ぼし持って、彼らにして、合理的術数を投げ打ち、真に、正義行動を元として、日満両国に依存するにおいてはこれを、発行一流の我が大精神に包容統合するを、理想とす。 しかれどもこれが実施に語りては、世界情勢の推移、満州国内の状況を、なお太民族の特性に鑑み、情って特に慎重を期するお様子。これがため、現下の情勢に応じとりあえず試作上着意すべき、要項を述べれば、先のごとし。1、対なお太人対策の実施は、一般に、なおしばらく受動的態度を取るとるとともに、 日万両国政府の公的機関の表面進出を、避け、もっぱら内面工作により利面陰備の間に上、大手進む。二、諸工作の実施に語り手は、急激なる成果の獲得に勝利をするを、かいむるとともに、いやしくも敏感なる彼らをして、我が態度を迎合をないし便宜的利用主義と誤認せしめ、あるいは彼らをして恩になれて、増長に至らしめざるを要す。 特に現下、満州国の開発に再支外し導入に専念するの、あまり、なお太四本を、迎合的に投下せしめるがごとき態度は、現にこれを抑出。三、全満におけるなお太人工作は、関東軍司令部において、統制各自指揮官は、相互連携を密にししりの態度に陥るなからしむ。四、ドイツその他列国に対しては、我が民族共和。 発行委中の精神ならびに、傍教の大義に準有するを了解せしめ、誤解なからしむ。現下における大なおふと民族施策要領昭和13年1月21日、関東軍司令部は新しい歴史教科書を作る、エゲンリジュの上杉千歳は、発行委中の精神があるから、軍も外務省もユダヤ人を助けたとする見解を示している。戦後、 1945年12月22日に、連合国軍最高司令官総司令部から、いわゆる、新党司令が発令された。同司令は、日本国民を解放するため、戦争犯罪、敗北、苦悩、困窮及び現在の悲惨な状態を招いた、イデオロギーを、即刻廃止するべきとし、発行一祝の用語は、国家新党、軍国主義、 過激な国家主義と切り離すことができない言葉として、応答は戦争などとともに、公文書での使用を禁じられた。広島県福山市にある、スサノオの神社境内にある、八甲一湯の文字を刻んだ石碑。戦時中多くの神社には、戦勝を願って、武分長級とともに石碑を並立して奉納されていた、公文書によって、応答は戦争、八甲一湯。 なる用語ないしその他の用語に、して日本語としてその意味の連想が国家神道、軍国主義、過激、なる国家主義と切り離し得く、ざるノ派これを使用することを禁止する、しかもしてかかる用語の百国停止を命令する。国家神道、神社神道に対、する政府の保障、支援、保全、監督並みに交付の廃止に関する件また、発行一優をはじめとする、 国家主義的イデオロギーと結びついた用語を教育内容から除外することが GHQ により命令された。一日本新内閣に対し教育に関する占領の目的及び政策を十分に理解せしむる連合国軍最高司令部派ここに左の司令を発する影響育内容派左の政策に聞き批判的に検討、改定。 管理せらるべきこと、軍国主義的及び極端なる国家、主義的イデオロギーの普及を禁止すること、軍事教育の学科及び美教連派すべて、廃止すること議会政治、国際平和、個人の権威の重い早急集会、言論、信教の自由の除期基本的人権の思想に合致、する諸概念の教授及び実践の確立を奨励。 すること、日本教育制度に対する管理政策。1946年により改定された極東国際軍事裁判において、検察側意見では、発行一流の伝統的部員は道徳であるが、1930年に先立つ10年の間、これに続く幾年もの間、軍事侵略の諸手段は、発行一流と行動の名のもとに、繰り返し繰り返し衝動され、 これら二つの理念は、ついには武力による、世界支配の象徴となったとしたが、東条秀樹の弁護人、清瀬一郎は、広く、東京裁判の中で、発行一流は、日本の固有の道徳であり、侵略思想ではないとの被告弁護側主張が判決で、認定されたとしている。日本帝国の建国の時期は、西暦紀元前660年であると言われている。 日本の歴史家は、初代の天皇である、神武天皇によると言われる招勅が、その時に発布されたと言っている。この文書の中に、時の経つにつれて、多くの神秘的な思想と解釈が付け加えられた、ところの、二つの古典的な聖句が現れている。第一のものは、一人の統治者のもとに、 世界の隅々までも結合するということ、または世界を一つの家族とするということを意味した発行一湯である。これが帝国建国の理想と称せられたものであった。その伝統的な分意は、究極的には全世界に普及する運命を持った人道の普遍的な原理以上の何者でもなかった。 東京裁判判決書13の19段1957年9月、文部大臣、松永東は、衆議院文教委員会で、戦前は、発行一優ということで、日本さえ良ければ良い、よその国は、どうなっても良い、よその国は、潰れた方が良いというくらいな考え方から、出発しておったようでありますと発言した。1983年1月衆議院本会議では、 総理大臣、中曽根康弘も、戦争前は、発行一憂ということで、日本は、日本独自の地位を占めようという独善性を持った。日本だけが、例外の国になり得ると思った。それが失敗のもとであったと説明した。政治評論家の佐高真は、政治家の加藤光一について、加藤光一の光一は、発行一憂から取ったんですよと発言したことがある。 東京オリンピックのあった1964年頃には、宮崎県の平和の塔への聖火リレー起点招致を念頭に、世界平和を歌うオリンピックの精神と、発行一部は同義である、とする意見が広がり始めた。平和の塔の現状昭和19年発行の10戦紙幣の表側、発行一部塔が描かれている。宮崎県宮崎市の中心部北西の高台。 宮崎県立平和大公園にある塔。かつての正式名称は、発光の元柱。設計は、彫刻家の碑名詞術さん。現在は、平和の塔と称されている。神武天皇が大和に統制するまでの皇居と、伝えられる皇宮屋の北の丘に1940年、紀元2600年記念行事の一つとして、建造された。この塔の建立にあたっては、 日本全国からの国民の募金、拠出金がその費用の一部に充てられた。また、日系人が多く住む中南米やハワイ、同盟国であった、ナチスドイツの企業ですと、イタリア王国からの寄付もあった。さらに、日本軍の各部隊が戦地から持ち帰った様々な石材が使用された。高さ十七メートル、塔の四隅には、和見玉、ま、幸い見玉、ま、 君玉、荒見玉の四つのしがらき焼きの像、正面中央に、秩父の宮陽人志神皇の書による、発酵一湯の文字が刻まれている。内部には、人武統制などを記した石膏レリーフがあるが、非公開。第二次世界大戦敗戦後に、発酵一湯の文字と、荒見玉像は、一旦削られたが、荒見玉像像は1962年。 発行一優の文字は1965年に復元された。この復元運動の中心となったのは、県の観光協会会長を務めていた岩切翔太郎だった。1964年の東京オリンピックの際は、聖火リレー、宮崎ルートのスタート地点にもなった。1979年の昭和天皇、宮崎訪問では、 この塔の前での歓迎祝典が予定されていたが、天皇は誇示している。日本軍の航空基地に掲げられた、発行一湯の旗印。航空兵に対し、彫刻の精神実現のスローガンになっていた。紀元2600年祝典記念賞。空色地に、公色線が8本通った樹の配色は、発行一湯を表現したものとされる。国民服儀礼賞と箱。 儀礼賞の台座の四角形は、発酵一羽を表して織箱には、発酵一羽の文字が表記されている。中村平野は、世界共産化という意味で、発酵一羽を用いていると、中川康博は述べている。諸外国による、幼霊アメリカは、自国民に対し、映画でもって、発酵一羽を、以下のようにプロパガンダしようとしたが、公開前に終戦し、 戦争中に公開されることはなかった。ありがとうございます。